おすすめ大満足ランチ、続いては肉料理が自慢のお店、沼津市大手町にある洋食屋さん J ミート。店内は昔ながらの喫茶店のようなどこか懐かしい雰囲気です。国産黒毛和牛を食べてみてもらって、その味をリーズナブルな値段で味わってもらいたいっていうのは一番最初の思いで始めた店です。こちらは黒毛和牛の内もも。肉は以前精肉店で働いていたご主人が厳選、分厚くカットし塩コショウでバターでシンプルに焼き上げます。内ももの部分は筋が入るところが少なく、やっぱ肉質的にサシが少し入っているような霜降りになっているようなところがあるっていうところで内ももを選びました。黒毛和牛を存分に楽しめる豪華なランチ、程よくサシが入った牛肉は噛むほどに旨味が溢れ出てきます。そんな牛肉の美味しさを引き立てるのがオリジナルのソース。うちの場合は果物とか野菜とかを入れて作ってますので、ドレッシング風のあっさり系ですね。こちらはテイクアウトでも楽しむことができます。黒毛和牛 100% で作る贅沢なハンバーグもありますよ。相性のいいチーズをたっぷり乗せて、自家製のデミグラスソースと一緒にオーブンでじっくり焼き上げれば完成。ランチタイムの一番人気です。和牛 100% ってあまり食べたことないんじゃないかなっていう部分で、国産黒毛和牛のその脂っていうのは結構美味しい部分があって、そういうのをやっぱ味わってもらいたいと思います。旨味が濃厚な沖縄県産の豚肉を使ったランチもおすすめ。リンゴなど果物の甘みがアクセントのジンジャーソースで仕上げます。2枚で 250g と食べ応えも抜群です。やっぱね、サラリーマンとかそういう人たちが多いもんで、お腹いっぱい食べてもらいたいっていう部分で始めました。8時間かけてじっくり作るビーフシチューは濃厚な旨味、口の中でホロホロと崩れていきますよ。こういうコロナの時期で大変な部分もあるんですけども、お客さんのね、望む食べたいものをね、なんかいろいろ考えて美味しく食べていただけるようなものを作っていきたいと思って。黒毛和牛の美味しさを教えてくれる名店、沼津市の J ミートです。